闘学は雅楽の一種で中国から日本に伝来した東大の音楽、あるいは9世紀以降の左右両部制による左方闘楽を指すものである。雅楽の中で最も有名なジャンルであり、現代では一般的に雅楽というと、この闘楽のイメージが強い。闘楽が初めて日本で演奏されたのは大宝2年の大極殿に軍心を集めてご上洛。 太平楽を奏したことであり、それからも、剣道士などによって将来されている。中国の奏病の音楽の画学ではなく、宮廷の燕教学が中心で、横笛、豪章、章、七力、尺八、九五、奏、琵琶、仇、鼓などを用いた。演奏の規模も大きく、緩やかなテンポで優美に演奏され、旋律、立、小族もに華麗であった。武学では、 弦楽器を用いず、管楽器及び打楽器により、明確な白節で、比較的早いテンポで演奏されている。職員令17によると、楽師は12人だが、霊衆下に引用されている、画楽大族終わり清田理説によると、合唱師、宗師、横笛師、鼓師、歌師、肩金師、七力師、尺八師、五師、舞師の、計10人から構成されている。 大道4年3月の核ではさらに小し、微和詩、角1名ずつが追加されている。俗に本記によると、天平3年6月に、画学寮の脱落性の因を定むとあり、これにより、落生の数が決められている。それによると、大東学は39人の大学団であるが、養老令ではより多い60人となっている。その内訳は、歌唱元年9月の角では、歌声4人。 横笛生四人、尺八生三人、小生二人、七力生四人、合章章四人、久保章三人、微和章三人、総生三人、肩京生三人、鈴見生十四人、前星十二人としている。同年、これを、歌生を二人、尺八生を二人、小生を一人、久保章を二人、微和章を二人、総生を二人、肩京生を二人、鈴見生を四人、 毎聖を6人の合計36人に減らしている。後見天皇は、天平正法元年12月に、聖武大乗天皇、光明皇太后を呼び、百官、諸子と共に、東大寺へ行行し、僧侶5000人を生じ、来仏度胸させ、東学と墨会の楽、呉の楽、五節の玉井、久米舞を上演させている。天平法治7年1月、墨界史の教皇の際にも、 東学は、虎学、林友学、その他、東国、早戸の楽とともに演奏されており、その折に、朝廷は、安史の乱での当庁に対する、死やさよしの優勢と、それにより、当への兆候が、難しい状態であることを聞かされている。平安時代以降の楽性改変により、楽器の編成や音楽理論、演奏様式などが統一され、朝鮮三国の楽と北海学を、 高来学として統合し、等学は林遊学などとともに等学に整理されている。万枚という制度ができ、等学と高来学を並べて鑑賞するようになると、等学は三枚、高来学はうまいと呼ばれるようになった。等学は曲数も多く、110曲余りが知られており、現行の等学だけでも七十数曲に上り、その演奏様式から、 還元専用の曲部学専用の曲還元、部学の両方の曲に3分される。音階は6種に区分され、除拍子、早4拍子、早8拍子、延べ4拍子、延べ8拍子、早ただ4拍子、夜たら8拍子のいずれかのリズムで構成されている。ありがとうございます。